自分がじゃあ弾きたいと思います。はい、音立てんのうまいね。カパッていう音ね。いきます。はい。目の前のメンバーに。またお前、ふざけんなよ、お前。直してほしいところを3つ挙げてください。ああ、なるほど。ちょうだいちょうだい。3つ。それ参考になる。オッケーオッケーオッケー。はい。はい。最近はそうでもないけど、付き合いが悪い。ああ、まあな。俺の感覚上、その、まあ、目上の人とか先輩とかに誘われた飯は断る理由がないんですよ。そうだな、だけど、最近も言ってるんですけど、はい、少し前までもう、直樹さんからの飯の誘い全部断ってたもんね。俺は逆にすごいなって思って、はいはいはい、なんかもう断りし続けて、それがもうネタになっちゃって、断るキャラみたいになってたもんね。なってたね、2015年はね、挽回しますよ。頑張ります。はい、あ、自覚してるんだ。行く行く。ただね、一つお願いがあって、やっぱみんなお酒強いじゃん。あ、そうだね。あ、じゃあ、じゃあもう一個、それもう一個、それ、これ直してほしいとこじゃないけど、ケンちゃん、そう、お酒がね、弱いから、そう強くしてほしい。無理だよこれは。まあまあ、でも直すわ。直すっていうか、頑張る。薄めでっていう。オッケー、じゃあラストだね。はい、ラストは、でもないな、あんまり。ケンちゃんでしょ、俺いいやつだもん、だって好きなことしかないでしょ。ケンちゃんは、何、絶対変なこと言う。だから、はい、はいはい。さっきの直樹さんの、ちょっと話にちょっと似ちゃう部分もあるんですけども、やっぱりこう夜の、要は飲み会とかもあるじゃないですか。もうヒロさんとかも、もう無理なしで、ぜひ来たいメンバーいたら来てくださいみたいな、すごい優しい言葉かけてくれて、もう自分はもうめっちゃ、超嬉しいみたいな、行こうって思うんですけど、割と出席率少ないですよね。そうだね。だから2015年は挽回。あ、だからさっきあれじゃん、あれ書き初めしたじゃん、はい、挽回に変えようかな。凛じゃなくて、ね、凛じゃなくて、ああ、いいんじゃないですか。まあ、でもなんかそれがケンちゃんっぽいなっていう感じもあるし、でもなんかね、なんかこうちょっとリアルなやつになっちゃったけど、まあね、行く行く。うん、ただね、やっぱそうなんだよな。そうだね、行かないとな。オッケー、そう、自分に甘えてたわ。行こう行こう、うん、オッケーオッケー、じゃあ行く。オッケー、2015年挽回です。行く、行く、オッケーです。ありがとうございました。